トム・ブラウンに勝てそうなコンビっているかね エンタメ好きの手形チェーをクリスルながら劇チャンネル、杉谷正明の一人演芸協会です。中田のあっちゃんのあの問題発言は、やはりその後いろいろな著名人がコメントを寄せているような感じですね。ビート教師さんまでコメントされてましたからね、ちょっと心配されてるようなね、コメントがありましたが、まあでもちょうどね、今日アップしたメンバー限定動画でも話したところなんですが、藤森慎吾のあの動画がね、 ちょっと見事すぎて面白すぎてあの動画が結構大きくこんな感じになっていくんじゃないかという話をちょうど今日アップしたところなんですがそれとあの今ちょっとね話どんどん脱線したんだけどあの長野さんが結構いろんな YouTube チャンネル出ててまあ、全部もパーフェクトの面白いんですよね全部面白いちょっともっとねなんか長野さんテレビでも見たいななんていうふうに思いながら元ジャニーズジュニアの方が いよいよ国会で証言するということになりましたね。これもメンバー限定ライブで申し訳ないんですが、ちょうどこの間がっつり4時間半ぐらいその辺もう思いっきり話しましたが、まあいよいよそこでね、話した、ことも含めてそういう風になっていくんだな、というところでございますけれども、そんな中、今日、2023年5月31日に放送された水曜日のダウンタウン、たまにね、この一連芸協会では水ダうの放送直後の感想みたいな動画 あげるることががんでですすめちゃくちゃゃく面白かったですね毎回面白いんですがなんか今日の回はちょっとみんなにこう聞きたいというか意見を聞きたいなというふうに思ったこともあって、えー、急ぎで今これ撮ってる次第なんですが喋ってる次第なんですがまずこのタック相撲という企画の素晴らしさということもあるんですが格闘技の面白さってやっぱありますよね改めてなんか感じたんだよね例えば今だとブレイキングダウンなんかが流行りだけども 多分男なら誰もが本能的に格闘技って嫌いではなくて。 まあ、もちろんねその血を見るのが苦手だとかその苦手な人ももちろん中にはいるけど本能的にやっぱ好きな人は多いと思うんだよねただそのものがね内容であるとか結構難しいものであったりだとか、まあ、とにかく過激なものがいいというものから、まあ、それこそ相撲も格闘技って言っちゃうとちょっとあれかもしれないけどもなんかそういう戦いみたいな勝ち負けがはっきりしてるようなところがあるからやっぱその見やすさっていうことも含めて格闘技の面白さっていうのがあるってのとあと まあ単純にそのトーナメント方式ってのはやっぱ一番面白いよね。トーナメント方式って、まあ今回みたいな企画だからできるんで、普通だったらそんな一気にさ、一日にわっとできないじゃないその疲れちゃうから。でもまあ、一番見てて面白い仕組みはやっぱトーナメントじゃない,こう強い ところを、ハイライトだけをこうずっと見てるわけじゃん。勝ち上がっていく人は。で、ずっとハイライト続きの人たち同士が最後決勝戦っていう、まあ実にこうね、我々も小さい時から馴染みがある。何かとトーナメント方式っていうのは見てきているし、自分たちも小学校、中学校か分かんないけどやってきているから、まあ馴染みがあるし、一番見てて面白い。で、それをこのね、バラエティ番組だから30分ぐらいで見れちゃう。30分弱ぐらいかな。で見れちゃうという。 良さもあったしあと改めてこの格闘技の面白さってところにも似るんだけども相撲の分かりやすさっていうのはあるよね参加のしやすさっていうのかなちょうどあのこれもー一連芸の あのこの間のライブでも話したけどタイヤファイトっていうね見てきたっていう話したでしょこれソーダ埼玉 TV というところでもあの出てますから見てほしいんですがタイヤの車のタイヤの中にあのお互いが片足ずつを足を入れてでもう殴り合うっていう世界一あの距離の近い格闘技っていうこのタイヤファイトっていうのを取材でねソーダ埼玉 TV で行ってきたんだけどもそれも結局さやっぱ見てて分かりやすいんだよね特別格闘技の知識とかがなくても誰でもこう見やすいしあこっちの方が強そうだなとかでもあっちの方が意外と 負けるんじゃないかっていうこういろいろこう話しやすいちさ見ている同士でさなんか見ててもそういうところでも盛り上がりやすい分かりやすさがタイヤファイトもそのタイヤから出ない足を入れて出さない状態で殴り合うっていうところとまあ相撲っていうのもとにかくあそこに。 からもう枠から出ちゃいけない、手をついちゃいけないというシンプルなルールだから、もう本当に子供でも大人でも誰でも楽しめるところが、まあやっぱり改めて相撲の、うん、魅力だと思うし、またこれタイミングも良かったですよね。ちょうど今、サンクチュアリがかなり、うん、CM でもガンガンやり始めているので、ネットフリー勢は結構もう見ている人が増えてきていると思うから、タイミング的にも今日の回はね、まあ、 あの第2回だったけども今日のはでも今日の回の方がまあまあそういういろんなタイミングも相まってよかったんではないかなというのとあとまあ芸人相撲最強決定戦っていう企画でも十分だからこそ見れるとは思うんだけど今話してきたことを踏まえればでもこれタッグ相撲っていうことになっただけで普通の相撲にはない独自性が生まれるわけじゃない。要はさ先に 2-1で倒しちゃうって手もあってもいいわけでしょなんか別にそういうルールとかないよね。なんかそういう方法もあるし、あるいは、えっと、どっちかが一人先に。 早めに負けちゃうともう必然的に2-1になっちゃうとか、でもそうさせないために一人を負けると負けそうでも道連れにして、あの、終わりにするとか、なんかそういう独自性が、通常の相撲にはない独自性が生まれた、あのさ、昔麻雀の番組で割れ目で、割れ目でポンっていう番組あった、あの、覚えてるとしているかね、あの、えー、っと、あれは、だから、高さんだ、ガダル、カナル高さんがやってた、割とフジテレビの深夜だったと思うんだけど、俺麻雀好きだからよく見てたんだけど、 要はあれもその川のさあ,あの要は流れる。 なんて言うんだっけあれ最初のさ川の当たったところが要は割れ目になったところがえっと映えになるレートが倍になるみたいな親ではないもう一個さ割れ目のところがもう一個レートが上がるっていう独自のルールを入れたことでまあ少しこう広く見てもらいやすくしたという実にまあテレビ的な企画だったと思うんだよねまあ今だったらそれこそ ABEMA とかでもともとマージャンっていうゲームがすごくこう魅力的なゲームではあるけど専門性がちょっとある 大会なのでアベマみたいなああいういろんな趣味特化チャンネル他チャンネルでやっている ABEMA なんかにはすごくいいし俺もたまにみたいなんかするんだけどもまあでもテレビ的なそういう独自のルールを入れたという点でまあ割れ目でポンなんかもそうだったと思うしこのなんかねコンビんタッグかタッグ相撲ってしただけで一気になんかさ面白さが増えるじゃないでこれがまた妙なのがさう一人 ワンオンワンでやってるところを2ンツー2対2にしただけと言えばだけなんだよね。で、コンビで芸人でまあ戦わせてるだけなんだけど、我々はそのさ、結果を見ればさ、アイディアって何でもそうなんだけど、手品の種と一緒でさ、できている結果、あるいは手品の種を見ると、ああ、そんなことかっていう、ただ一人増やしただけじゃんっていうふうにまあ見れる、見ることもできるけど、これがなかなか思いつかないと思うんだよね。意外とアイディアってこういう、 ことでさなんかこう誰もがあー別に一見聞いただけでは驚かないような相撲を22でやるってのはどうですかっていうだけだったらさ「うわそれは面白い」とかさ「それは画期的だ」って別にならないと思うんだよね別に会議とかなんか資料かなんかで分かんないけどなんか見せられてもでもやっぱああやって実際見るとああいう意外ないろんなことが生まれてでそもそもやっぱ相撲のルールってシンプルだからあの魅力的なんだよなとかそういうところも含めてさ なんか、そういう、だってあの前半のさ、ぬるっとクイズをあれなんかもやっぱ、面白いじゃないまあ、思いっきり、あのミリオネアの、あの、曲をね、BGM を使うあたりがね、またそれもまたね、見やすくなってていいんだけども、でも、ああいうのもさ、やっぱ映像としてああやって見せられると、やっぱ面白いよね。ただ単純に行き先行き先で、えー、本人に気づかれないようにクイズが出されていって、あの、だから松本さんもやっぱすごいよね。確かにあれ金額がさ、 本当に1,000万とかだったらさ見てる側の熱が半端じゃなくなくりそうだよねもうすごい緊張するでも出てる側は1,000万かかってるなんて知らないっていういや確かにあれ金額がめっちゃ跳ね上がってったらもっと食いついて見る側の熱だけが上がって出てる側はいたって普通っていうすごい面白い構図が生まれるなと思ったりだから。 うーんでその改めてさスイダこの話する時毎回言うけど、まあ、手間がすごいよねあのよくあんなさカッパにする必要ないわけじゃない別にそのカッパの問題を出す前後もさそんなことしなくてもいいだろうにわざわざさああいう偽番組とか偽 CM とか作ってさ いや、まあ、だから、なんか、その辺の手間が。で、そう言うと、必ず、まあ、全部やらせで、あれ、芸人も全部知ってんだよっていう人もいると思うんだけど、中には。それでも、まあまあ、手間だと思うんだよね。あれ、全部やらせだったとしても。まあ、だから、手間が、まあ、かけるよね。あれ、実際、我々はもういいところだけ見てるから、その裏側のさ、苦労は知る由しもないけど、まあ、一回ちょっとね、そういうところも見せる、あの、回があったけども、あの、大変だった回みたいなさ、 時があってそれ見ててもなんかこれあのー、実際さあの危険じゃないかどうかをスタッフが検証したりしながらさこれほんと一歩間違えたらなんか砂かなんかであの埋められちゃうやつとか結構危なかったりとかしたりとかやっぱこういうちゃんとあのリハーサル重ねてやってるんだなとか思いながらやっぱ裏側は大変だななんていう風に思ったけどもまあだからだからまああのタッグ相撲にしてもさ一瞬さちらっとスタッフ側が映ったことはあって。 あの映ったじゃない今日の放送で。でも,ものすごい人いたよね。だから、うーん、いろいろ細かくなんか、やってんだろうなっていうふうには改めて思うし、ただまあ、ちょっとこれはしょうがないんだけども、あの、まさかの名勝負がま、まあ、前回も結構名勝負あったけど、今回のも、本当にあれ、カメラでスローで見てもわからないのあったじゃないあれはビスブラとユンポダンプ,ダンプかなあの、準決勝ぐらいの戦いでさ、 だから要はさあれってさこ向こう側えっと演者側からこ撮ってる側を映すカメラを置いてないわけだからそこにカメラマンもいなければカメラがないから向こう側が見えな,か見えないからさちょっとこのどっちが勝ったか本当に撮り直しかっていうさギリギリのさ戦いになったじゃないだあれでも多分また次回やるとしたら。 多分 GoPro かなんかちっちゃいの置いとくん、でもそうすると危ないんだよな、あそこ倒れるからね。なんかでも小型カメラかなんか置いといてぐらいはもしかしたらやるかもなとは思いましたけどね。まあだから、あの前回の出場者で言うと鬼越えと天童、ティモンディ、大自然、ネルソンズ、バビロン、レイザーラもママタルトでしょ。で、今回が鬼越え、安田大サーカス、トム・ブラウン、囲碁将棋、ネルソンズ、ビス・ブラ、ママ だたら圧倒的にメンツも良かったよね。今回の方が面白かったしどうなんだろうなっていう。だ以後将棋なんかも確かにさジュニアさんのチャンネルなんかでも喧嘩最強なんていう話をあったけどさ。まあ、でかいしさ。まあでもちょっと意外だったのはあのあれだな。えっ、ー、となんだっけネルソンズだな。うん、ちょっとあれ本当に強いと思うんだけどね。 うーんなんかあっさりとあれはね、ちょっと立ち合いが悪かったのかなんなのかはちょっと残念だったけども、一番今日聞きたいのは長くなりましたが、トム・ブラウンに勝てそうなコンビっているかね これ、このコンビならトム・ブラウンに勝てるんじゃないかってね、なんか思い当たるコンビ浮かぶ人がいたら、ぜひこれはコメント欄の方に送ってほしいんで,ですよ。っていうのも、まずあの、布川が結構強いでしょう。あれ、道夫はもちろん強いのはもちろんなんだけど、これコンタック相撲だからさ、もう一人も強くなきゃいけないじゃないでも意外と布川も強いから、 結構最強じゃないっていう。で、これ最強だよね。誰も浮かばないよね。だと、もうこれがピークになっちゃうんだよね。この企画の。いや、この人たちなら、このコンビなら、トム・ブラウンに勝てるかもしれないっていうのが浮かんでこないと。 それこそもう年末でできないよね。またこれいいよね。これ確かに松本さんも言ってたように、年末でこれいいんじゃないまあもう本当にこれ5、6時間はできないかもしれないけどさ、なんかでもいろいろ、ちょっと短めになんかどっかの枠でとかさ、または特番で2時間ぐらいだったら持つかもしれないよね。すんごいの連れてくれば。うん、まあすんごいの連れてくればって、そのアスリートとかになってきちゃうともう趣旨変わってきちゃう。あでも最初はでもゲー、まあまあ芸人とりあえず最強決めて、 で、ちょっとエキシビションみたいな形、エキシビションじゃダメか、まあ、わかんない。でもまあ芸人ね、最強、タッグ相撲決定戦みたいな、面白そうだよね。まあちょっと年末は確かにちょっと大げさすぎるかもしれないけど、うーん。いやでもそういうのも、やっぱトム・ブラウンに勝てそうなさ、可能性があるようなコンビが浮かばないと、俺全然浮かばないんだよね。誰か、 うん、詳しい人、ぜひちょっとね、あのー、うーんだ、ちょっと今考えてるけど、誰かね、やっぱアスリート系か、もうああいう太ってる系かだよね。でも鬼越とかだってやっぱさ、一見すりゃ結構強い。ああ、だからサンドウィッチマンとかさ、結構わかんないよね。強そうだけどね、もうでもやっぱちょっとな、売れすぎちゃってるからな。まあでもちょっとサンドとかどうなんだろうね。本気でやったら、 あ,のあとあれかあのー、だからえっとオードリーもあれですよねえっとアメフトかなんかでしたよねだからどうなんだろうオードリーはでも若さまは嫌がりそうだな <laughs> やらないかな。 うん春日さんはね全然もうやるでしょうけどこれはタック相撲ですからねまたここが難しいですよねどっちか一人がっていうだけでもダメだしその3度ぐらいのちょっとポジションに行っちゃうとっていうのもちょっとね うん、でサンドが司会。でもな、これダウンタウンが司会。だか年末はダウンタウンが司会で、特番の時はサンドが司会で、最終的にサンドもちょっと出るみたいな。ま,あ、またはダウンタウンがやらせるサンドにもみたいななんか、そういう流れがいいのか分かんないけども。まあちょっとね、浮かぶ人いたらですね、ぜひちょっとコメント欄の方に送っていただければと思います。この番組では見出しても嬉しくなるようなコメントに関しては随時番組の中で紹介させていただければと思います。そしてここまで聞いていただいたあなた、ぜひ、えー、今日ちょっと何点か話しましたが、 メンバー限定、えー、メンバー登録の方もしていただいて、メンバー限定ライブ、それからメンバー限定動画も、えー、お楽しみいただければと思います。さでだれまさきでした。相撲なら水イでも年配の人も見るんじゃないかね。